丁寧に運転しますね、この方はね。すごくいいんじゃないですか。初めての教習車、いいっすね。ゆっくり安全運転でいきたいと思います。皆さんね、やっぱり初めて路上に行かれた時こういう感じだったと思います。もう本当に身長の上に身長を重ねて、さらに身長を重ねるようなね、運転だったと思うんですよ。全てのドライバーさんがそうだったと思います。ですので、こういった運転手さん見たらですね、こうちゃんと車間距離を空けて守ってあげるようなね、運転してほしいと思います。で、できればああいった方を見たら、あ、自分もああだったなと、教習所通い始めて安全には安全を、安全運転が一番大事だっていうことをね、叩き込まれたはずです、教習所でね。それを思い出していただければ嬉しいですね。ああ、自分もああいう時あったな、もう忘れかけてたなと、荒い運転最近してたかもなと、交差点ではちょっと突っ込み気味に走っちゃうなと、黄色なら行っちゃえって思っちゃうなと、そういうことを、ね、反省していただけたら嬉しいですね。本当にむしろ今の前を走られてる、まあおそらく本当に路上を出て初めてのぐらいの方だと思うんですけど、この方の方が安全運転に感じますよ、本当に。それぐらい、やっぱり路上に出てね、こう慣れてきちゃうとちょっと余裕が出てきてしまって危険な運転になるということなんだろうと思います。今も軽くホッピングブレーキしてくれたような感じですかね。恐る恐るブレーキングしてるような感じに見受けられますけど、はい、この左折もおそらくね、ほとんど止まるぐらいの左折をされると思うので、車間をちょっと開けてあげます、ね、安全運転で行ってください。大丈夫ですよ。